多摩センター駅から徒歩5分。こんなところに縦穴式住居？ここは一体どこなのでしょうか？答えは東京都立埋蔵文化財調査センター。多摩ニュータウン開発のために調査された遺跡群から出土した土器などを保管、展示しています。東京都立埋蔵文化財調査センターは、考古遺物などの調査研究、資料の収集、保存活用及び普及活動を行うことを目的として、昭和60年に設立しました。遺跡庭園縄文の村を併設しておりまして、縄文時代の住居3棟を復元して展示しています。早速、縄文の村を調査研究員の塚田さんに案内してもらいました。でちょっと中に入ってみましょう。でこの下に石を引いてありますけども、これは遺跡から、そのまんま移築してきているものなので、縄文時代の人たちもこの上を歩いてきた、本物の石になります。復元住居内では週末を中心に火焚きも行っています。縄文人の気分に浸れそうですね。次は展示ホール。令和5年度の企画展は多摩ニュータウン遺跡スクラップブック。大量の縄文土器発見は当時の紙面を賑わせました。それこそ縄文時代の大集落を作っていた場所であったんですね。当時使われていた状態まで復元できるっていうのが、ここの遺跡のすごく見どころでもあります。展示ホールの隣には体験コーナーがあり、土器修復の疑似体験などが人気です。次の休みは東京都立埋蔵文化財調査センターで古代にタイムスリップしてみませんか？